お前たちご苦労さん。あとは俺たちが引き継ぐから、もうお前らは出て行っていいぞ。はぁ？何言ってんだ。だから俺たちがまたここに住むから出てっていいと言ってるんだ。介護から解放されるんだ。嬉しいだろう。いきなりやってきて何を言ってんだよ。さすがの身勝手すぎる発言に私も黙ってはいられなかった。今まで何もしてこなかった人たちにいきなり介護なんてできるんですか？私の名前はマリコ、34歳の専業主婦。夫のヒロキと結婚して5年が経つ。私たち夫婦にはまだ子供がいないが、お互いに焦ったりはせず夫婦仲良く暮らしていた。そんな中、義父が脳梗塞で倒れたという連絡が。私たちは慌てて病院へと向かった。病室には義父と同居している義兄夫婦がすでにいて、深刻そうな顔をしている。夫が義父の容態を聞くと、義兄は険しい顔をしながら、命に別状はないらしいんだが、後遺症が残るかもしれないそうだと言った。とりあえず命に別状がないことに安心はしたが、後遺症については心配だ。義父は会社を経営しており、今まで社長として忙しく働いていた。若い頃は会社を大きくするために睡眠時間を削って、今よりもがむしゃらに働いていたらしいので、その時の無理がたたったのかもしれない。義父は私と夫が結婚する前にすでに奥さんと離婚しており、それからはずっと独身状態。5年ほど前から義兄夫婦が義実家に移り住み、3歳になる義兄夫婦の息子を含めた4人で暮らしていた。そのため義兄夫婦が一緒に住んでいるから、義父に何かあっても大丈夫だろうと私たちは考えていた。しかしその考えが甘かったことを私と夫は思い知ることになる。義父が入院してから2週間ほど経った頃、私と夫は義兄にいきなり呼ばれ、義実家へ足を運んだ。そこで義兄は驚きの発言をしだしたのだ。父さんはもうすぐ退院できるそうなんだが、どうやら後遺症は残ってしまうらしい。そうか。それで頼みなんだが、父さんの介護を任せてもいいか。え？いや、ここで父さんと一緒に暮らしているのは兄貴だろ。なんで俺たちに介護をさせるんだ？俺たちは子供の受験の準備とかがあるから、この家を出ていくことにしたんだ。え？まあこの家をバリアフリーにするためのリフォーム資金くらいは出してもいいよ。とにかく父さんのことはお前に任せだから。結局義兄夫婦は有無を言わさずに、私たちに義父を押し付けるような形で義実家を出て行った。引っ越し先すら教えずに出て行った義兄夫婦に、私も夫も腹が立って仕方がなかった。しかしその後すぐに義父が退院してきたので、腹を立てている暇もなく、私たちは義実家に移り住んで義父との同居を始めた。義父は私たちに迷惑をかけてしまい、本当に申し訳ないと頭を下げた。しかし義父は何も悪くない。夫は父さんが謝ることなんて一つもないよと笑顔で言い、私もそれに同意。それから義実家での同居生活が始まった。ヘルパーを雇う方法もあったが、私は専業主婦で子供もいないので、介護は私が中心となってやった。夫は夜や週末に義父の介護をしてくれて、夫婦で協力しながら義父の世話をした。本当に二人ともありがとう。義父は私たちにことあるごとに感謝した。おそらくその言葉の中には、数年間一緒に暮らしたにもかかわらず義兄夫婦があっさりと義父を見捨てて出て行ったことが悲しかったという思いも込められているのだろう。義実家に住み始めた頃、夫は義父の会社で働くようになった。理由としては、義実家の近くにある義父の会社で働く方が、家で何かあった時にすぐに駆けつけられるからだ。義兄も義父の会社で働いているのだが、なんでお前がここにと夫が入ってきたことに不満を抱いていたらしい。だが夫は気にすることもなく、兄さんが介護を押し付けて出て行ったからだよと冷たく言い放ったそうだ。そもそも義兄夫婦は私たちに義父の介護を押し付けた後、一回も義実家を訪ねに来てない。義兄に至っては仕事後に少し立ち寄るくらいはいつでもできるはずなのに、本当に薄情な人たちというか、自分たちのことしか考えていない人たちだなと思う。それからあっという間に数年が経ち、事態がまた変わった。義父が癌になり、余命宣告を受けたのだ。もってあと3ヶ月の命だという。
するとそのタイミングで義兄夫婦が義実家を訪ねてきた。義父が要介護になってから一回も家に来ることがなかった義兄夫婦、そんな二人がわざわざやってきたということはろくな話ではないはずだ。義兄夫婦は案の定ひどい要求を私たちにしてきた。お前たちご苦労さん、あとは俺たちが引き継ぐからもうお前らは出て行っていいぞ。はあ？何言ってんだ。だから俺たちがまたここに住むから出てっていいと言ってるんだ。介護から解放されるんだ、嬉しいだろ。いきなりやってきて何を言ってんだよ。さすがの身勝手すぎる発言に私も黙ってはいられなかった。今まで何もしてこなかった人たちにいきなり介護なんてできるんですか？たとえお父さんが余命宣告を受けていたとしても亡くなるまで介護は続くんですよ。そんなこと気にしなくていいわよ、ヘルパー雇えば済む話だから。夫と顔を見合わせる私。自分たちがこの家を奪うためだけに来たということをはっきりと宣言したような言動に私たちは呆れてしまった。話にならないな。父さんのことは俺たちが最後まで面倒を見るし、この家からも出ていかない。ふざけるな、そんなわがままが通用すると思っているのか。そうよ、家を相続するのは普通長男でしょうが。だったらもっとお父さんのことを大事にして介護をすればよかったじゃないですか。面倒なことは私たちに押し付けて美味しいところだけ取ろうとするなんて性根が腐ってますよ。何よあんた、次男嫁のくせに生意気ね。私たちはヒートアップし言い争いが止まらなかった。そんな時、義父の部屋からいきなりドサッという何かが落ちるような音がした。私と夫は慌てて義父の部屋へ向かった。すると義父がベッドから転がれ落ちていたのだ。私たちは急いで救急車を呼び、義父を病院へ連れて行った。特に怪我はしていなかったそうなのだが、病院からはいつ何か起きても大丈夫なように入院させた方がいいと言われた。私たちは仕方なく医師の指示に従い、義父を入院させることに。義兄夫婦は義父が病院に運ばれたにもかかわらず、義父が寝ている病室で、おい、家を出ていく話はどうなったと懲りもせず話してきた。私たちは呆れて、夫が今はそれどころじゃないだろう、父さんを心配する気がないならこの病室から出ていけと言うと、舌打ちをしながら義兄夫婦は出て行った。それから3ヶ月が経ち、義父は病室で息を引き取った。葬儀はすぐに行われ、たくさんの人が参列していた。義父はとても人望のある人だったから何ら不思議ではないが、葬儀の後、義兄夫婦はすぐに義実家へやってきた。要件は分かりきっている。遺産は俺がもらうからな、この家も今日から俺たちのものだ。前のめりで自分たちの要望を話す義兄。落ち着けって、実は弁護士の方が父さんから遺言を預かってるそうなんだ。そう言って今日のために呼んでおいた弁護士の方から夫が義父の遺言書を受け取る。遺言の内容は簡単に言うと次の通りだ。財産はすべて次男夫婦に贈与、そして会社も次男が社長を継ぐこと、これが遺言の内容だ。はあ、ふざけんな、そんなの嘘だろ。なら遺言書を読めよ。義兄は渡された遺言書を見てわなわなと震えている。どうしてだよ、俺の方が弟よりも何年も長く会社で働いてきたじゃねえか。俺の方が優秀なのに。あなたたち、お父さんに何か吹き込んだんでしょう。そして遺産も会社も騙し取ったんだわ。それ以外考えられない。わげや騒ぐ義兄夫婦。我慢の限界に達したのか、夫がぶち切れた。いい加減にしろ。お前らは本当に自分たちのことしか考えてないんだな。父さんがお前たちに見捨てられ、そして死に際に財産目当てで近寄ってきたことを、どれだけ悲しんでいたか想像できないのか。父さんは兄貴の性格に問題があることを見抜いていた。いや、見捨てられたから身をもって体験したとも言うべきだな。だから財産は俺たちに渡し、会社も俺に継がせることに決めたんだ。この家だって俺が相続したんだ。ふざけるな、そんなの認めないぞ。会社も家も俺のものだ。兄貴、いい加減にしろよ。俺が社長に就任することは社員のみんなも納得していることなんだ。なんだと。父さんは兄貴の普段の会社での振る舞いも陰でしっかりと見ていたんだ。兄貴が自分が社長の息子で、自分が次期社長とふんぞり返り、同僚たちにパワハラをしていたことをな。それで父さんと俺は兄貴に内緒で社内調査をしたんだ。一人一人の社員と面談をしてな。みんな兄貴の下では働きたくないと言っていたよ。そんな。
だから会社も家も諦めてくれ。それなら遺留分をよこしなさいよ。旦那にも遺留分をもらえる権利はあるでしょ。そうだ、遺留分をよこせ。そう言うと思ってたよ。ほら、これが遺留分のお金だ。なんだよこれ。たったの数百万ポッチじゃない。ふざけるな。父さんの遺産がそんなに少ないはずはない。それは父さんが少しずつ俺たち家族に遺産を振り込んでいたからだ。父さんは兄貴たちが介護を放棄して家を出ていた後、俺と妻と、そしてその頃生まれた俺たちの子供に毎年110万ずつ振り込んでいたんだ。そうすれば贈与税もかからないからな。実は義父の介護をしている最中に私は妊娠し、息子を出産していた。名前はヒロムといって、大きな夢を持っている大人に成長してほしいという意味を込めて義父がつけてくれた。私たちの息子は義父にとても懐いていて、義父は孫と触れ合うことができてとても嬉しそうにしていた。そんな、まさか子供にまで生前にお金を渡していたなんて。お父さんが要介護になってから亡くなるまで5年はあったわよね。1人550万で、3人で1650万。生前贈与だけでも俺たちの遺留分より圧倒的に多いじゃないか。さあ、話はもう済んだろ。さっさと俺たちの家から出て行ってくれ。義兄夫婦はショックでうなだれ、そのままとぼとぼと家を後にした。その後、夫は会社を継ぎ社長に就任。義兄は自分がパワハラをしていた同僚が皆上司となり、自分が今までしてきたことが全て返ってきた。そしてそれに耐えきれずに義兄は自主退職した。現在はどうしているのかは知らないが、子供がいる以上働かなければいけないので、転職先を必死で探していることだろう。義兄嫁は専業主婦だったが、義兄嫁も働きに出ないといけないだろうな。まあ、もう私たちには関係のないことだからどうでもいいが。一方、私たちはまた義兄夫婦が我が家に乗り込んでくる可能性があるとして家を売り、少し離れた郊外に大きい一軒家を建てた。息子が大人になって私たちが亡くなっても相続して住み続けられるほど立派な家だ。これからこの新しい家で夫と息子と3人でいろんな思い出を作りながら、楽しく幸せな日々を過ごしていこうと思う。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。